M76 はペルセウス座にある惑星上星雲である。小アレイ上星雲とも呼ばれる。メシエ天体の中では最も暗い目標の中の一つである。口径8センチメートルの望遠鏡でかすかな楕円に見える。口径10センチメートルの望遠鏡でマラスは10センチメートルでは良い対象となり、アレイの小型で滑らかな表面のノットが互いにくっついているとした。 合計20センチメートルでは四角い形に見えるが、中央のくびれ部分が次第に見えてくる。惑星状星雲は、空の状態が多少悪くても、高倍率でも薄れず楽しめる天体が多いが、この天体もそうである。1780年9月5日に、ピエールメシャによって発見された。星を含まない。小さくてかすかと記している。同年シャルルメシエは、 アンドロメダミギア氏の星雲は1780年9月5日メシャンが観測している。彼は色気脂肪遠鏡で探し、星雲上物質を含む小さな星岩に見えたとした。ウィリアム・ハーシェルは分解されない二重星雲として、これを二つの天体と認識したため、NGC ナンバーがにつ付くことになった。ウェップは青白い星雲で二重。M27 の奇妙なミニチュアとした。 ロス卿は過剰、連続した隆起、借り入れ用の鎌のようとした。フェーレンベルクは大口径での写真ではコルクセンのようだ。NGC カタログでどうして二つに分かれているか分からないとした。ありがとうございます。